いつもご覧いただきありがとうございます。あつ森です。今回紹介するのはこちらです。ネガティブな気持ちの時に前向きになる方法。このことについてお話していきます。僕ね、前まで、ネガティブな発言に対して、すごいこう、目を光らせてたっていうか、こう子供たちが、こうね、ネガティブなことを言うと、今日、もう、最悪とか、宿題なんかやっててもう全然わかんないもうやりたくないとかって言ってると、いや、やろうとしてないからできないんじゃないのとかって、やろうって思えばできるよとかね、こう無理やりっていうか、そのネガティブをポジティブな発言に変えるっていうのをねやってたんですけど、なんかそれってちょっと違うかなって思って、ネガティブにならない人なんていないですよね。僕ももちろんすごいネガティブになるし、もうすごいイライラしたり、怒りの気持ちとかって、もちろんあるんですよね。でもそれって、なんかこう悪いことってちょっと思っちゃってて、でもそうじゃないんだなと思ったんですよ。ネガティブになるのはもうね、しょうがない。そういう怒りの感情とか、イライラの感情とか、もう何もかも投げ出したいみたいな感情とかってなるけれども、それはしょうがないっていうふうに受け止めて、そのうちね、この感情もね、収まる。って考えれば、そのこと自体がもうポジティブな考え方じゃないですか。だからそう思ったんですよね。だからそこで、いけないんだ、この感情、ネガティブな感情はいけないんだって思っちゃうと、それがどんどんね、どんどんっていうかずっと、こう、もやもやが残っちゃう。そうじゃなくて、もうネガティブな感情はしょうがないって思って、もう割り切っちゃう。そうすればもうそのこと自体がポジティブなんで、またポジティブな考えが浮かぶようになってくるって思ったんですよ。だからね、そういうふうに子供たちがそのネガティブな発言をしてしまった時とかは、そうだよねっていうふうに言ってあげる。できるだけですけど、必ずそういうふうに言えない時もあって、いや、こういうふうに考えてみたらっていうのをね、言っちゃうときもありますけど、できる限り、こうね、受け止めて、それから、ポジティブなね、考えもあるよっていうふうに言うようにしてる。自分自身に対しても、この感情はしょうがないなって思って、いいやっていう感じにしてる。そうすると、前向きになるんですよね。ポジティブ、OK。って思えば、じゃあネガティブ OK って思えば、それはポジティブになる。そう考えれば、すごいね、心が軽くなるので、ぜひ試してみてください。今回は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。そのことが僕の元気とか勇気になって、もっともっと皆さんのお役に立てる動画アップしていこうっていうモチベーションにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。